この番組はバンドマン2人による音楽対談番組でございます。毎回1つのバンドをお題に上げ、そのバンドの好きな曲ベスト3を発表。盛り上げてくれるのはこの人。そしてもう一人の MC はこの人。果たして二人は今日どんなお話をしてくれるのかお楽しみに。あ、これ今やつだな。これ来年リニューアルするんじゃない？置いとく？しまっといてやちゃんと。あ、ヨネタニさん？ヨネタニ、あれ？ヨネタニさん？行ってんの？ヨネタニさん、なんか後期一人行ってるから。あの人いつもすぐどっか行くから。うん、もうやめとこう、もう。後、うん、で。スタッフに任せよ、こんなん。後で。もうやってられないし。後で行くか。じゃあ、もう行くか。もう家のやつもこれからしなあかんし。あ、帰ってせなあかんし。もう取らなあかんねん、でも。ああ、そうです。もう、シャッと行こう。行きましょう。年末やのにもう来ましたよ。はい、はい、そうです。シャッと行って帰ろう、もう。年末なんでこんなやってる場合じゃないよ。家の掃除が残ってます。笑っちゃいけないみたいな、早く。そうですよ、本当に。何しようも、もうパッともう、チャッとチャッとやろう。年末なんでね、せっかくです。年末なんでちょっと。有名な行きます？また有名な行くか？もう行ってさっと説明せんでもいいようなやつ行きますか？何も決めてない。おじゃあ、めっちゃ有名なの行きますか？じゃあ、X 行きましょう。 X! さらっと、こんな急いでる時に X。 そうそう、いや、出やすいかなと思って。でももう出た出た。1位は、フォーエバーラブです。どうぞ。以上、カリスマロックスターでした。嘘よ、違う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 。いや、やりますからね、ちゃんとね。そうそう、 XJAPAN がこんな有名なね。まあ有名ですよね。へえ、こんなんでも有名やけど、え、有名やがすぐサッとかけましたね。いや、やっぱりいや、サッと始まったね。いや、ちょっとやっぱりいきなり始まるね、これ。もう掃除させられてたのにね。そう、なんかあんなことなくのって今。X ジャパンなんてもう影響受けまくりやし、真似したくてもできひんところ部分もあるんで。そうですね。まあまあ言っても伝説のバンドですからね。伝説のバンドこんなチャッチャするのもどうかと思いますけども。そうそうそう、年末に、まあ、年末スペシャルということで。ね。ただね、曲のタイトル綴りが合ってるのか分かんないですよね。綴り間違ってても大丈夫。2017年の間違いは来年には関係ない。もう向こうやからね。そうです。今年の間違いは今年のうちにですからね。言ってることがよく分からんか。そう。入ってんのか。そのマニアックな曲。あれ、じゃあ順番的に難しいの。数字間違ってるの大丈夫や。数字間違ってる大丈夫かな。大丈夫。間違ってたら間違ってたら、ね、うん、はい、教えてくれ。それはそうです。あのコメントのとこに書いてもらったらね、あの間違ってますよって衝突なんでね。もう衝突です。マジですか。はい、行きますか。行きますか。じゃあ、カリスマの第3位 X 第3位、はい、行きますよ。僕の第3位、再現妊娠。妊娠が合ってる。多分合ってると思います。これ、あ、これか。再現妊娠が何か言えと。合ってます。あ、合ってます。よかったよかった。ざめきだけが心を刺してですね。名曲ですよ、本当に。バラードではこれが一番かなと。え、俺もそれ出そうと思ってたわ。ね、今バラードではこれ一番かなって言ってしまったってことは、あと2曲は、まあ、バラードじゃないアップなんでしょうね、はい、どっちかになっちゃいます、X は。でバラードは個人的にはこの曲か、あれ、ティアーズ。あ、ティアーズかなと。トライオティアーズ。なるほど。前の日なんですけど、でもやっぱこれかな。名曲です。名曲です、これも。本当。入れようかなって思ってたぐらい。あ、この曲を。ギリ入らんかった。4位です。4位か。前も。また4位か。前も。そう、前も。前普通にそう。普通に同率1位でした。そう。じゃあ、私は第3位、はい。もうね、お年玉とかあげに行かなくて、早く。あ、そうか。松尾大社には行かなかった。はい、ジョーカー来ましたね。意外っちゃ意外。ヒデが作った曲です。そうですよ。ヒデ様が。結構意外な選曲かなと。まあ、確かにあんまりジョーカーってね、歌う人もいなければ、うん、ジョーカー好きやで、X といえばジョーカーとか言う人はあんまりいない。なかなかね、まあでも、
ファンの間で、ね、そうそう PV がね、あのヒデがなんかこう、ま、魔女というか、はい、なんか魔法使いみたいな風にしてね、杖みたいに持って、まあ、現れるんですけど、まあ、なんといってもこれメロディーがね、結構いっぱい、サビみたいなメロディーいっぱいあるんですよ。そうです、ジョーカーみたいなとこもサビっぽいし、あーランタイガーも最初からサビっぽいし、最後の大サビというか、うん、ジョーカーイズジョーカーってこうどんどん盛り上がっていくメロディーが豊富なんで、はいはいはい、まあやっぱあんま上げる人いないかなっていうところも込めてこのジョーカーサイン、まあ、で X ってこういうジョーカーとかウィーゲンとかミスキャストとかいろいろ出るんで、こういう8分の曲を16分の8分の曲で結構ベースがうねうねして、結構弾いてて楽しいです。この曲もそうなんですけど、タイジ好きやったな、かっこよかったね。まあそう、まあ、知ってる人も多いと思うんですけど、まあ、X と XJAPAN の時期がありまして、そうそうそう、まあ、ヒースさんが入ったら XJAPAN みたいな、簡単に言えばそうです、うん、まあ、その間にいろいろあったんですけど、あとまあ雰囲気もちょっとね、ボーカルのトシさんはバーッなってるとこから普通のちょっとおとなしい感じで、そう最初なんかロングで下ろしてた時期もちょっとあったんで、その辺はねすぐ出てきますから多分、はい、そうです、もう年末なんでね、伝説のバンドをちゃっちゃとやっていくというカリスマロックスターならではの回、はい、これがね、まあ、15回目、いやでもあります、その、なんていうのかな、逆にみんな知ってると思うんですよ、X って。そうだね。だからやっぱりこう、ちゃっちゃっといって、ちゃっちゃっといきましょう、うん。こう、自分の好きな曲を上げていくというか、やっぱり曲でいいのかな。やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。出てきたパンじゃったんやけどな。やばい。いや、俺このインクデーリンクだったんですよ。そう見えるかな、やばい、えどうしよう、何しよう、うそっ、何しよう、えだって、前 X はすぐ行けるって言ってたからすぐ行けるのにって言ってたから、今回じゃあもうパッと X 行こうって思って、そうか、X と XJAPAN で分かれてるからこれややこしい。あ、そういうことか。ほんでさっき出えへんかったの、この、制限中。はい、行きました。これどうなの、こっちもさ、ということで、カリスマの第2位アートブライフ。アートブライフ来ましたね。ね、ああ、なるほどね。まさかこれを持ってくるわかと思う人もいると思うんですけど、まあ個人的にこの30分、1曲で30分ってすごい長い曲なんですよ。逆にオルガズムは何分やって、2分半ぐらいで、クソ早い、クソ早くってクソ短い、基本長いですよね。そうです、まあまあ、ギターソロがあったりとかで結構尺使ったりしてますから、そうそうね、まあああいう結構メタル系の曲ってまあまあ長い曲多いですから、やっぱりその楽器隊のこういう、そうね、ソロパートがありますからね、あれって。ユニゾンいろいろ従いますね、ギターソロがやっぱり。ギターソロがもう1分、2分とかっていうのもざらにありますから、うん、まあまあ、でもこの曲はもう本当にね、アップテンポの部分もあり、うん、静かなバラードの部分もあり、なんかまあ長い分も全部入ってますね。そう、10分ぐらいあるのかな、ピアノソロが確か。10分か。確かに全部聴いたことあるかなっていうぐらい。そう、10分ぐらい確かピアノソロがあって、後半なんかもうすごいことになってるんですよね。とりあえずすごいね、もうそのピアノソロだけでもすごい。年末寂しい方は30分聴いてみてはいかがでしょう。どうぞ、仮録、この仮録を見てこれ聴いたら1時間ぐらいになりますから。あ、ちょうどいいですね。そうですよ、はいはい、11時ぐらいから聴いて始めて、そうですよ、年越しに、年越し前にね、うん、年越し仮録してもらったら嬉しいかなと。僕はまあその大した行かなあかんのでね、付き合ってられないです。ちゃっちゃっといきますよ。どうぞ。あ、ちょっと待って、まだやまだや、それこ2位がもらってる、2位、2位は、はい、May your tears with love。 先に出してしまったんですよね、名前だけ。いや、言ってしまったんですけど、まあ、これもまだ俺の名曲、流れる涙を、すごい名曲ですね、これ。で、このドライヨーチーズがまた近くなるんですよ。May your tears、また行くんですよ、これ。これね、でも歌ったらかっこいいですよ。そうですよ、本当に。僕これ歌いたくて練習しましたから。すごい高いですけどね。完璧に歌いたい方、セブンアルスボーカル教室までまた。そこに連絡してください。多分出てると思います。はい。はい、年末は受け付けてないらしいです。そうです、松尾大使行かなあかんで、ね。そうです。なん
か言うのそれめっちゃ言う、上げなかっためっちゃ言うそれ。ティアーズやっぱいい曲ですよね。ティアーズ名曲ですよ本当に。僕も下手しい泣けますから本当そうですよね、うん、1位お早いね今日は。あれこれどっちだったっけな。サンダムも1位はだけどリンク電気とかリンクが今年に持つのか持たないのか。あ、やばい、ほんまに出えへん。やばい。やばい、あかん、もうこれ。ごめんね、早く新しいの買ってほしいんですよ、本当に。そう、スポンサーお待ちしてますよ、ね、LINE の。このペンも、このホワイトボードも、あの全部こっちで用意したいんですよ、ね。そう、卓球ですよ。本当ですよ。こんなの、ここで用意してやん。あ、これ使います。はい。決まりましたよ。まあ、ティアーズ。他、バラード。僕でも、あ、逆かもしれない。3位にバラードだし、もう出ねんって言って、俺1位、2位がバラードやもんな。もう合わへん。そっか。プレゼントは今年はありませんでした。インド旅行は来年に持ち越しですよ、皆さん。でも、見てくださいね。そうですよ。いろいろまだまだバンドありますから。いやー、1位なんやろうな、カリスマの。いや、もう1位は、1位というか。あれやろ。なんか流れ的に、あれや、ダリアとか出すんや。意外とフォーエバーラブでやっぱりそのまんまみたいなあれじゃん。どうでしょうね。でもあのダリアはまあまあまあ意外とクリスフォーエバーラブとか来るのじゃん。あでもあるあるですよ。あのテリニジングティアーズときたらバラードから3位。あああれは意外とあの復活してからとかジェイドとか。あジェイドとかあの辺もでも結構好きです。意外とかっこいいですね。かっこいいですね。ちょっと雰囲気が変わって。まあ、僕の1位はでもね、1位はそうですね、この曲は君はいないか、それはトシさんのソロのやつ、うん、いや、じゃあ行きますか。もういっちゃいましょう。僕の1位はマッソージーからだから、もう本当にダントツ。お、ダントツ。ダントツでサイレントジェラシーです。サイレントジェラシーです。ダントツ、もうこれはだってもう、かっこいい、すっごいかっこいいです、これ。かっこいい。なんていうのかな、アップテンポというか、もうすごい疾走してすごい速いメタルナンバーなんですけど、一回ちょっと落ち着くとこ行って、I say won't you love me、 ピアノソロとかもあるんですよ、途中でピアノソロがあったりとか、でギターソロも結構メロディアスなギターソロで、すごいかっこいいですね、ツインの。ああ、そうなの。そう、これがすごいかっこいい。ウィークエンドかと思った。ウィークエンドはまあまあですけど、これは本当にもうなんかいろんな意味で、この X のいろんな要素が詰まってるというか、こういうメロディアスであって激しくて、でこうアレンジもピアノなりストリングスが入ってたりとか、まあまあ言ったらあれですね、その今のなんていうんですかね、あのメロディックスピードメタルっていう、あれの走りになるバッシュなったバンドなんですかね、多分。今やったらお手本のようなね、もうかっこいい、もう誰もが真似したいみたいなね。今結構ビジュアル系でもそういうの多いじゃないですか。多いですね、今のバンドって。それまではいなかったですね。マテンロオペラとか、マテンロオペラっていうのか、あの辺とかもなんか多分なんかジャンル的にちょっと確かにね、系かベルサイドもボーカルがもう回答になったらこういう感じとかで、そういう感じのそれの走りというかですよね、言ったらまさかベルサイドが出てくるとはね、まさか神堂さん、神堂さん昔からナレームしてます。してますよ。あまだまだね、来年いろんなバンドが出るみたいですよね。そうですよ、まあ、カリスマ次第ですけど、ね、来年は本当にボーサンバックスピンやりましょう。最終回ですよ、それは。それは最終回か。この間の先輩に会ったら、はい、なるみ、ボーサンバックスピンってなんやって中尾で言われた。あの、ね、そうそう、そのジャスティン・アスティの回に久しぶりに更新したい、半年ぶりぐらい、うん、で、僕の友人が見てくれて言ってた、ずっとなんかあったじゃないですか、ラクリマ、ジャスティン・アスティ、ラクリマ・クリスティ、モカミ・モアの流れで言いたくなるシリーズみたいなので、ジャスティン・アスティというバンド知らんかったのに、それ聞いてずっとジャスティン・アスティを連発するって。車に乗って、え、なんだ自分ジャスティン・アスティ入ってんのみたいな、言いたいだけで、そう、知らんやんって言ってるのに、それをすごいあの連呼してて、ジャスティン・アスティ言いたい病ね、ジャスティン・アスティ言いたい病、そのジャスティン・アスティがなぜか今ちょっと周りで流行り始めたって。でもそれもちょっと、ね、まあ、収束してきて、確かにバンド名以外にもね、俺シャンプージャスティン・アスティ使ってんねん。
今朝しかお腹痛いからちょっとキャベジンとジャスティーナス飲んできたのか。ちょっと待って、シャンプーなんかジャスティーナスなんかありそう。トリートメントジャスティーナス、ありそうありそう。喫茶ジャスティーナス何でも使える、ね、流行ってて、流行ってて、それがちょっと今落ち着いてきて、今また違うのがこうちょっと、あ、来年のまたね、来年また今違うやつ、今違うのが入ってます、これ。そう、長浜ネルっていう、長浜ネルっていうのが言いたくなる。長浜ネルあ、そうそう、いるんそんな人っていう人が今入るんで、長浜ネルっていうのが今流行ってて、そうそう、それが今ちょっと来てて、ジャンスティンナスティが押されてるんで、ちょっともう一回振り返そうかなっていう。僕ももし娘ができたら、なるみなるにしようかなそんなに言いたくないかな分からへん、ちょっと違う未来の話だと分からんと。分からないです。私の1位はね、はい、言っちゃいますよ、もう、はい、松尾大社行かなかったからね。そうです、そうです、うん、松尾大社の後に向こう神社も行かなかったどんだけ行くねって行きます。はい、てん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 このベース大使エンドレスレイン、普通にそう、普通に、普通にそう、普通にやまない、ひねりも、ひねりもなく、何もない、そう、普通にそう。これ何やったっけな、本物大事が好きなんです、あの時の。わかりますよ、あの肩出しのに帽子かぶってる、あの天下のハットかぶって、ね、もうピアノの綺麗なあのドゥルドゥルドゥルル、なんか誰が弾いてもできるんですけど、なんか大事好き。いや本当に独特なフレーズを弾きますから、なんかそのこういうジャンルの人は結構珍しいというか、うん、なんか結構リフ、こういうジャンルって結構後に出すためにギターに合わせてリフを弾いたりとかってあるんですけど、結構なんか高音源使って、あー確かに、なんかメロディーの間を縫うようなフレーズというか、が結構多いので、なんかあんまりなりたいというか、こういうジャンルは。あ、松尾大使行かなかも。めっちゃ語ってるのに。急いきなりでもほんまにこれが好きです。ね、そうです。もうだから、まあ僕のは結構古い曲でまとめたというか、まあ、アトムライフがジャパンになってからですけど。そうね。他は、フォーエバーラブも出てへんし、ダリアとかね。くれないの。くれない出てないですね。くれないにすべて、この俺は。なんでこれが出てないっていう。ほんまや。あれは。あ、ラスティネイルも出てない。ラスティネイルも出てない。ほんまや。懐かしいね。全然出てへん。だって、そうそう、このジョーカー、エンドレス・レイン、サイレント・ジェラシー、セイエニスもコピーしましたもんね。そう、難しい。僕もダリアじゃない。僕はラスティネイルやりました。初ライブでラスティネイルやりました。ラスティネイルは、あのサディスティック・デザイアとか、あの辺とかも結構コピー、ウィーケンドもしたかな。16歳の時にね、声が出なくてですね、高いスマホになって、もうきつかったな、ね、ミックスボイスの出し方をこうです、ね、16歳の時にしてた時な、そうそうそう、試行錯誤してた頃、そうそうそう、じゃあね、言ったら今はいけますよね、うん、今回歌ってましたよね、これ歌ってました、ね、そんな感じですね。はい、今年は軽くこんな感じでいいですかね。今年は、ね、有名なところで締めてみました、うん。じゃあ来年の出だし一発目どうするか。ボーサンバックスピンかな。ボーサンバックスピンかな、やっぱそろそろ言ってあげたいな。あのヨダレ師匠も言ってましたから、ね、ヨダレ師匠も ね、あのこの前久しぶりに電話して、あの名前出すんやったらわしらもやってくれや、そうそうそう言われてて、いやでも、いやあの結構その時まだあの人がまだいて、あ名前忘れてたあの人スクー出すわ。あの名前はあのプロデューサーの、あ、石丸さん。そう、もう名前すら忘れてる。あの人があかんって言ってたから、うん、いやだからできひんって言って。あ、でも来てるわ今日も。お年玉あるよね。あとは、あ、さっきそうそう、さっき入り口で出会って。いるんや。そうそう。なんかさっき入り口で出会って。来年復活するの？なんか急にここの通りの裏通りのところで汚い犬に追いかけられた。これ。なんでなの？わからへん。よく汚い犬に追いかけられるね。ほんまや、人からも犬からも軽蔑されて生きていくんや。だってあれ、あの噂ではなんかあのこういう裏通りとか入ると絶対に野良猫が寄ってくるっていうどういうあれなんかわかんないけど、なるほど、そういうこと。まあ、話はもう来年はいらないや。そうです、うん、大掃除もあるし。そうです、これから掃除します。それぐらいかな。はい、
まあ、今年お世話になりました。まだまだバンドが続く限りカリスマロックスター、バンドが続くか、バンドがなくなるか、売れるか、まあ、どっかの節目まで付き合ってみてくださいな。まだまだやるつもりだね。はい、来年もまた1月頭にでも、はい、できたらなと思ってます。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今年は本当に X ジャパンで年越し試合やってみました、はい、こんな感じです。ランキングはまあまあ X はみんな知ってると思いますからね。食べ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 、そう、X 出てない。 We are! 出てない。 We are! 以上